ここではほんの些細なことにも大切な意味がある。品質、素材、体全体がしなやかに自然体になった時、ただただストロークの繰り返しを楽しむことができる。これがリズム。そして水が耳や鼻に入ってくるとき、いつもこう思う。ああ、誰が俺をこんなに穴だらけにしたんだと。